危ないよこの人は。大丈夫ですか？病院連れてって。病院連れてって。伝説の男、箕面で馬面をかけたという、釣り上げたというですね。来た来た来た、お久しぶりやね、箕面ちゃん。今日待ち合わせ何時だったんですかね。じゃあここでちょっと自己紹介を。四平ワールドにようこそ。意気込みをですね。また釣りに、飲みから海に戻ってきたんですか。そうですね、戻ってきましたね。戻ってきました。はい、明日はですね、大事な人に食べてもらいたい魚がありましてですね、それをどうしても釣り上げないと帰れないんです。任務があるわけですね。そうですね。かっこいいな。まあ、1週間準備はしてきましたからね。まあ、自信はありますよ。何を釣られるんですか。タイ、タイ、タイ選ばなんですけど。なるほど。君に今日パス動画そのまま持ってきたよ。ありがとうございます。準備っていうのはもう師匠に借りるだけなんですか。優しいですね。ボックスですか。あ、タックルとボックスセットで借りるわけですね、箕面ちゃんは。お前絶対おるやろ。おらないです。おらないです。じゃあ箕面ちゃんが復活したということで、僕からもですね、タイラバをちょっとマジですか。はい、あのラバーは自分で、はい、はい、ここのコーラの、あ、ありがとうございます。タイラバーをですね、はい、特別に使ってもらって、ありがとうございます。爆笑しますからですね。いいですか。これ師匠のタイラバ。お、こんな貸すんですか。うん、一個殴すたんびに一発殴るか。殴ろうですね。お金の換算じゃないんですね。これ一個一個名前があるって聞いたんですけど、これ何ですか。それピカール。ピカール。おー、すげえ。その名前とかつけれるんですか。これはブラッティマリー。ブラッティマリー。すごいですね。これはイチジク。一時間借りて一番嫌な名前つけられたって。これね、もう、はい、あれ結んどっけん、はい、通すやろ、はい、ここにやっぱここ輪っか作っとけん、はい、平らな結ぶときだね。もうここ輪っか作っとるから、はい、これをこう間に通すやろ、はい、これね、はい、こうやってくるっとするだけ。そしたら切らずに交換できるから。ああ、知ってます。ちょっと待って。ちょっと今イラッとしたのか。イラッとしますね。散々教えてやるようないですよ。知らない振りも釣りの一つなんですよ。でカメラをちょっと一人一台ずつ。師匠も釣りのるちゃんも、はい、釣りですね。初めてのタイラバ。初めてのタイラバですね。その格好行くと、はい、いやもうちょっと家に帰る時間がないんですよ。釣るぞ釣るぞ。なんてこったい。師匠に借りた竿なのに。あ、師匠すいません。最近だんだん分かってきた。俺がやっても何も釣れない。ちょっと長飽きてきましたね。圧倒的にお祭り男でしたね。あ、引っかかった。全くいいとこが一つもない感じですよね、このままじゃ。青は寄れすぎてますね。青は寄れすぎてますね。じゃあもう仕方ない。師匠すいません。師匠すいません。はい、飽きてきましたね。釣らないといけないんですけどね。どれ持ったらいいですか。青。はい、師匠すいません、何回も。あ、両方来てるんだ。師匠すいません、糸がこんなに減ってしまいました。あ、待ってましたよ。どうしたんですか。どうしたんですか。消えてしまって。え、充電が消えてしまって。あ、はい、それ全然いいです。釣れなかったはないですよね。どうも、お久しぶりです。どうやってですか。てから。あ、本当ですか。はい、ああ、そこまで帰らんとか言ってたんですけど。そう、最初はね、なんか、はい、あと思ってね。そうですね。あ、本当ですか。もしかして坊主とかじゃない。いやいや、
あの僕は僕だけマダイは1匹釣れましたけど。あ、本当ですか。魚見せてもらってもいいですか。ちょっと待ってくださいね。おっと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 。あ、でもなんかこれはマダイじゃないですね、これ。やった、チャリゴ、チャリゴってですね、これですね。いや防波堤でよく釣れますよ、これ、防波堤で。いや、実はですね、どこまで行ってきたんですか。じゃあもう1時間半ぐらいかかります。息の、あ、どこら辺の息の先ぐらいです。あ、息置きで、これなんかアラかなんかの餌じゃないんですか。あ、でも他いいの釣れてますね。青菜ですか。青菜、青菜ですね。今度はレンコダイの、あ、レンコダイの、レンコダイの2匹釣りましょうか。あ、でもまあまあ釣れたけ良かったですね、1匹でもですね。あれ、そしてミノルちゃんは、ミノルちゃん、いや、いや、これ一緒に全部入れてます。これ2人でこれですか。3人、3人でこれ、3人でこれですね。あのタイラバあんなにいっぱい借りとうのに。そうですね。大概取るとこ何もなかったですもんね、動画。かっこよかったですけど、かっこつけて、あれ出していいですかね、かっこつけて、俺は釣るとか言ってから。今もうほんとびちょびちょの親父みたいなとこですもんね。しゃくってみてとか言って、ここで何度もしゃくってますよ。そしたらもう、あの、平山さんにめちゃくちゃなんかギャップ絡まったから。喋るな、もう釣れてないのに。この港から1時間半ぐらいかけてですよ。行ってですよ。そこら辺で釣れますからね、これ。これがあんです、これ。なんか大事な人のために釣ってくるとか言って、昨日えらい威張ってましたけどですね。そうですね。大事な人たちに3人で頑張ったんですよね。思いだけしか届かなかったですね。思いだけ。残念です。さあ、次はですね、師匠が今日も釣り行ってますので、こちらの漁港に帰ってくると思います。ちょっと行ってみましょう。まだ帰って早すぎるかな。もうすぐ帰ってくると思うんですけどね。だいぶ日も落ちてきております。日も落ちてしまいましたね。他の船が着々と帰ってきております。あの船は釣れてるようですね。結構あそこに溜まっとうということは今閉めてるんでしょうね。あ、いつの間にかぼーっとしてたら帰ってきておりました。ちょっと行ってみましょうかね。釣れてますかね。お疲れ様です。どうも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 、しどうも。朝いっぱい釣れたけどね。あ、マジですか。ミドルちゃん全然釣ってなかったです。マジで有言実行できずだったですね。タイラバで、タイラバで、タイはタイはチャリコみたいなのが上がってましたよ。でも人が釣ったみたいな。全体とか3人でですね、うん、そうですね。なんか防波堤で釣れたようなやつが、マジ5、6枚ぐらい。どこ行ったちゃうか。いや、1時間半ぐらいかけたようなところに。あ、でも、ね、気に入っとんね。あ、あらら、切らへんでしょうか。せっかく動画化したのですね。もうガチャガチャにしてまして、少し動画見たんですけど、釣り上げの動画全くないんですよ。ぐしゃぐしゃにしてから手元しか映ってない。あ、そう。動画も撮れ、魚も釣れ、全然いいことない。しかもぼやいてましたよ。あ、今日魚いっぱいおるっちゃんね。数ないね。あ、そうですか。ただサイズがあんまり伸びんかった。あ、本当ですか、うん、結構全体的に皆さん釣られてました。多分3、40本あるよ。あ、すごいですね。ハーレム状態ですね、今日は。ゲソとか近っぽい食う。買いましょう。愛着湧いてからなんかこう食えんくなるっていう説ですからですね。しばらく。お、ほんとや。強いらしいですもんね、アコウとアラはですね。そいつはちょっともうだいぶ弱ったけど、こっちは多分復活する。で、餌付けできます。